こんにちは、カリーロさん。何をしてるの？あれは織田の残党か？なぜこんなところに？あれはもしやおいし殿、おいし殿じゃないか。お久しゅうおいし殿、覚えているか？わしだ、徳川家康だ。一、あなたみたいな眩しい人知らない。あなたなんか知らない。一を騙すのね。しばらくお会いしてなかったからな。わしとわからないのかもしれない。あっちへ行って。あなたなんか嫌い。いや、そのほら、会ったことがあるだろ。以前お会いした時はこれぐらいの背で、今はこんなに伸びたんだ。まあ、お人形みたい。かわいいのね。いちもお人形なのよ。これであなたとはお友達。ふふ。おいちど、これは一体どういうことだ。まさか全て忘れてしまったと。そんなバカなことが。なんということだ。織田が滅びてから今までこんな状態で各地をさまよい歩いていたというのか。信長公の後を継ぐ醍醐天魔王として。よし、今日からわしがお一殿を預かろう。戦によって不幸になった者を見捨てるなど、人として生きるに値しない。あなた誰？友達になりたいの？わしは徳川家康。あなたは覚えていないだろうが、わしはあなたを知っている。お一殿、これからはわしと一緒に行こう。本当？一緒に兄様の敵を倒してくれるの？いや、違う。もう戦わなくていいんだ。武器を置き、城で休むといい。おいちだろ、なぜここに？こんなところに来てはダメだ。位置を置いていかないで。一人にしないで。いいか、おいちだろ、わしについてきてはいけないよ。城でゆっくり静養するんだ。お市殿を城までお連れしろ。頼んだぞ。はっ。心配しなくていい。大丈夫だ。怖いものはもう何もないのだから。うん、うん。お市殿、ついてきてはダメだと言ったのに。大丈夫、ちゃんとおとなしくしてます。どうしたお前たち。お市殿から目を離すなと言っただろう。ですが、家康様を探して城を抜け出して、織田も浅井も滅び、以来ずっと一人でよほど寂しい思いをされたのかと。ああ、そうか、そうだったな。なんだろう、心がとても温かい。カリーロさん、カリーロさん、あなたは誰と戦っているの？それはな、豊臣参加の石田三成という男だ。あなたは闇色さんに嫌われてるの？嫌われて？ああそうだな、確かにそうだ。殺されるほど嫌われている。お市殿、無茶せずわしの後ろにいるんだぞ。一、いい子にしてるわ。ちゃんと守るもの。どうあがいても貴様は逃げられない。家康、貴様を嘆きの淵に送ってやる。ひどいわ、あんなこと言うなんて。いいんだ、好きに言わせておこう。あれこそがわしの知っている三成だ。ついにこの時が来たか。みんな頼んだぞ、気を締めてかかってくれ。はっ、お任せくだされ。また来てしまったのか。仕方ない、わしが戻るまで本陣から動くなよ。
約束だな。はい、言うことを聞くわ。だってイチいい子だもの。あんな人死んでしまえばいいわ。お一殿、そんなことを言ってはいけない。どうして？そうだな、かつて我々は同じ軍にいたんだがな、あいつは融通が効かなくていつも何かに腹を立てていた。怖い。おかげで奴の周りは敵だらけだったが、当の本人は気にもかけていなかった。あの頃のわしにとって三成の純粋さは闇にも光にも見えたよ。闇にも光にも。みんな三成に一目を置いていた。己を偽らない三成を認めていたんだ。わしはそれがとても羨ましかった。光色さん、戦うことが悲しいの？わかるよな、お一殿。敵同士になったのは互いに譲れないものがあったからなんだ。三成は戦うに値する男だ。だからわしは戦う、力の限り。お一殿も大切なものを守ろうとしたことがあるだろう。それと同じだ。大切な？そう、胸の奥に眠っている。今はもうわからないかもしれないけれど。胸の奥に眠っている。調子に乗るな、家康。その女を刺激し魔王になったつもりか。使ってなどいない。彼女はただ静かに眠りたいだけだ。おいしいだろ。本陣にいろと言ったのに。怪我はないか？お市だろ。わからない。一の胸に眠るもの見つからないの。お市だ。さあ、メソメソと泣いちゃいけない。歩けるか？昔こんな風に泣いてはいけないと言われた気がする。昔誰かに。思い出せない。あなたは光る。ひどいのね。
泣いている闇からたくさん奪ったのよ。それは言い訳をしようなどとは思っていない。失う気持ち、あなたなんかにわからない。どうしてあなたは生きているの？私の大事なものを奪ったのに。返して、うちの大事なものを全部。おい、様子がおかしい。できないなんて言わせない。できないなら今すぐ死んで謝って。私はあなたに静かに眠ってほしかった。だがあなたは今どこへ向かっている？たくさん考えたわ。行かなきゃいけない気がするの。違う、あなたが行く必要はないんだ。お優しい光色さん、あなたのことはずっと覚えておくわ。忍びよ、どこの手の者だ？わしの首を狙う軍ならば容赦はしないぞ。違うんじゃ、誤解なんじゃ。さあ、どこの軍の者か喋ってもらうぞ。無言の拒否か、ならば喋るまで待つとしよう。目的は何だ？わしの首なら少々重いぞ。どこの出身だ？伊賀か甲賀か。押し黙られて冷や汗をかいたのは初めてだ。お前ほどの忍びを持つ主君か、さぞや名君なんだろうな。にゃー！お？ん？なんだそれは。わしにか？どれ、なんだ、同盟の提案だったのか。そうならそうと早く言えばよいだろう。いやー、まったく、さっきは死んだかと思ったぞ。同盟の件了解した。お前のような忍びが仲間になること、心強いことこの上ない。北条殿にそう伝えてくれ。お前たち、これより遠征に行く。準備はいいか？徳川殿、この件は不肖北条氏政にドドンとお任せくださり。さてと、行くのじゃ風魔。そう、お主じゃ、お主。家康様、いまだ我が徳川軍、そして石田軍のどちらにもつかぬ国がございます。そうか、より多くの力を借りたいところだが。あいや、待たれよ徳川殿。態度のあやふやな連中にはこの北条氏政がガツンと言ってやりますじゃ。さてと、出番じゃ風魔。家康様、東北にて仲たがいによる抗争が起こっております。例の北三国か、相も変わらず血の気の多い連中だな。あいや、まかれよ徳川殿。いにしえから続くあやつらの喧嘩などこの北条氏政が収めてみせますじゃ。さてと、進め風魔。三成のそばには優秀な人物が多い。わしの軍にも軍師が欲しいところだが。あいや、待たれよ徳川殿。この北条氏政に心当たりがおりますぞ。さてと、すまんが風魔、この書状を官兵衛殿に届けてくれんかの。さすがは三成だ、西軍の勢いも著しい。
アイアンマカレオ徳川殿。西軍などわしらに比べればへのかっぱ、北条家期待の当主宇治政が出る釘を打ってまいりますじゃ。さてと羽ばたけ風馬。いよいよこの時が来たぞ。みんな準備はいいか。はっ。東軍は北条は不滅ですじゃ。進め風馬、北条家に再び栄光。おお、北条殿気合い入ってるな。相も変わらず凄まじい忍びだな。この局面に対する恐怖はないのか。早速調べさせたんだが城にはなかった。すまない。大手が早い。そして早くも空振りか。信玄公のためだ。わしも手を尽くして探そう。お主も虎とは縁深かったの。三河領内はわしが当たってみよう。北条殿は外の国を回ってもらえるか。あい、わかった。恩に切るぞい。我が徳川軍に三国より同盟の申し入れがあった。忠勝、彼らを迎えに行こう。一つは宇宙の最上義明殿。こいつはよく知った男だ。手土産があると言っていたが、何だろうな。一つは渡墨の巫女鶴姫殿だ。いろいろ事情があって東軍に入りたいらしいな。一つはあの黒田官兵衛だ。敵にすれば恐ろしいが、味方になればこれ以上頼もしい男は他にいないだろう。よし、忠勝、最上殿を迎えに行ってくれ。それにしても手土産とは何だろう。よく来てくれたな、最上殿。しかも東北統一を果たしてくるとは驚きだ。いや、何、そりゃ我が輩の提案でね。我が輩の尽力によるものと言えるだろうよ。あいつはあんなことを言っているが、本当は忠勝がやったんだろう。分かってるさ、安心しろ。あいつは昔から調子のいいやつなんだ。お前には感謝している、忠勝。さあ、気を取り直して天下統一の開始だ。よし、忠勝、神奈木殿を迎えに行ってくれ。彼女の力はきっと民の役に立つはずだ。よく来てくれたな、鶴姫殿。あなたが来てくれたことを皆も喜んでいる。はい、こちらこそ。ここに来るまでの間、忠勝さんが一生懸命守ってくれたんですよ。そりゃもうすっごく頼もしかったです。そうか、神奈木殿を無事連れ帰ってくれたこと、礼を言うぞ、忠勝。さあ、これより天下統一の開始だ。忠勝、蔵の官兵衛を迎えに行ってくれ。わしはあの男を敵に回したくない。やはりあいつは面白い男だな。石田三成を倒せと言ったのも自分が天下を取るためだったとは。どうした、気に病むのはよせ、忠勝。お前のせいじゃない。官兵衛の野心を見抜けなかったわしの責任だ。それよりも、なあ、愉快じゃないか。あんな懲りない男、そうはいないぞ。まったく、お前には毎度毎度驚かされる。これだから敵には回したくないんだ。相変わらずの暗躍ぶりじゃないか、官兵衛。お前さんのように花道は慣れてないんでね。ただの天下取りじゃつまらない。どうせなら他の奴らを驚かしてやりたいね。聞いたか、忠勝、あいつはすごいぞ。他の誰が天下を餌に立ち回れる。お前さんが小生の配下ならもっと楽できるんだろうがな。お前勧誘されているぞ、忠勝。
こんなもんか。じゃ次は何をやろうかね。やれやれ、憎めない男だな。お帰りなさいませ、家康様。あれ、忠勝殿、家康様はどこに。ああ、竹千代様がいなくなった。まさか、また忍びにさらわれたのか。わいかわり。どうした忠勝、こんなところで何してる。おーい、北条殿、こんなところで寝てはいけないぞ。わしか。わしは花見に来たんだ。今日はいい天気だからな。この見事な桜をどうしても今見たくなるな。なんだ、心配して迎えに来たのか。そりゃすまなかったな。歳じゃな。ではみんなで一緒に花見をしようか。